ガチャベース、ペペです。さあ、本日も私一人の企画でございます。早速企画の方行ってみましょう。本日の企画がディズニーチケット取るコツ教えちゃうよというわけでございまして、まあ、大々的に行ったわけなんですけども、東京ディズニーリゾート今現地で買えずにオンラインのみの発売となっているわけなんですよね。基本的に毎週水曜日のお昼にこう1ヶ月先の1週間分のチケットが発売されて、それをみんなでポチポチ頑張ってチケットを取ってというようなこととなっているわけなんですね。入園制限中のパークということで、ただこれがなかなか取れないと、まあ、かなり枚数も少なくなっておりますから非常に取れないわけなんですよね。その、パークチケットどうやったら取れるのかというようなことなんですけど、もちろん僕も苦労している一人でございます。ただその中でもこうやったら比較的今よりはちょっとはこう取りやすくなるんじゃないかなみたいなものをお伝えしていきたいと思います。まずですね、情報をおさらいしますと、毎週水曜日にですね、新しく1週間分が追加されるわけなんですけども、このタイミングで1週間分とそれ以外の分の追加販売っていうものが行われているわけなんですね。ですので、まあ4月の分のこの1週間以外にも3月の中とかでもこう新しく空きができてたりはするわけなんですよね。ですので、こう今罰だからといって決して諦めないでくださいということですね。追加販売というものが毎週水曜日に必ずあるわけなんですよ。このタイミングで一気にドバッといろいろなチケットが新しく出るわけですので、このあたりを頑張って取っていただきたいの、この水曜日のこの時間はぜひとも押さえておいていただきたいというのがあるんですが、実はそれ以外にも追加販売というものが行われているわけなんですね。これが大体2日に1回ぐらい、お昼の14時から15時ぐらいの間に起きているわけなんですけど、これが追加販売なのか、他の方が取ったチケットって実は日付変更ってものができてくるんですよね。これも後でまた詳しく説明するんですが、この日付変更したことによって新しく空きができた枠だったりだとかが、こう、更新によって生まれているのか、ここはもうシステムの話なんで、いまいちわかんないんですけど、2日に1回ぐらい、とりあえず14時、15時ぐらいに、こうちょこちょこと空きが出てきてるんですよ。これは水曜日に比べてすごい少ない枠なんで、すぐになくなってしまうんですが、水曜日以外にも、もう週の中で言ったら大体4日、5日ぐらいは、チケットを取るチャンスがあるわけなんですよね。ここをぜひとも逃さずに頑張っていただきたいなということなんですよ。これ大体チケットがですね、どれぐらいで売り切れるかと言いますと、水曜日に関してだと大体2時間前後ぐらいで完売になる傾向があります。大体それぐらいですね。そしてさっき言った追加販売、他の日のちょろっと出ますよ、14時15時ぐらいにちょろっと出ますよっていうやつが大体30分ぐらいでなくなってしまうと、非常に難しい戦いとなっているわけなんですけども、これを戦いと思わずにね、みんなで走ってると思っていただけたら、ちょっと楽しめるんじゃないかなと思うんですけども、このチケットこうどうやったらつながるのかですよね。問題は確かに分かった、じゃあ水曜日とこう毎日お昼ぐらいにチェックしたらいいんじゃないか、そこで頑張ってポチポチの中でも、そのポチポチの仕方をちょっと今回はご紹介していきたいなというふうに思いまして、まずですね、大きく分けると3つのチケットの取り方があるわけなんですね。オンラインによる、まず1つ目がパソコンでポチポチ、2つ目がスマートフォンでポチポチ、そして3つ目がスマートフォンの中でもアプリでポチポチ、いわゆるウェブで撮るのかアプリで撮るのかっていう話なんですよね。これまずそれぞれの特徴をお伝えしますと、まずパソコンとスマホの方のウェブ版でサイトの方からチケットを取る場合ですね、これがまずメリットが1つ、これじゃチケットどこが空いてるのかをこう表で見れるわけなんですよね。丸バツでこう見れるわけなんです。丸バツ三角でバーッと見れるわけなんですよね。で、これがですね、まずこれが見れるんで、どこを狙えるかこう狙いを定めやすいわけなんですよね、これ。そしてちなみにこちらバツになってたりとかしても、これ入ってみたら意外とちょっと残ってたりとか、表示がちょっと早すぎちゃったりとかしてる場合もあるので、バツでも何回か試してみることをお勧めします。まずこれがウェブ版の方ですね。日付がどこが空いてるのかが見れて、そこから飛べるというのがこのウェブ版のいいところでございます。そしてもう一個、アプリの方。これアプリの方は何がメリットがあるかと言いますと、このアプリの方のメリットはですね、日付、こうどこが空いてるかわからないんですよ。カレンダーの中から選んでいかないといけない。そこが入ってみてからじゃないと売り切れなのかどうかわからないっていうデメリットはあるんですけども、これ一回繋がってしまえばそこから割とサクサク行きやすいっていうような傾向はあります。アプリの方は。
ウェブ版の方は逆に言うと毎回毎回ロードしていくんで、途中で弾かれてしまう可能性が結構高いんですよね。ここまで行ったのに決済の直前のところで飛ばされちゃったよとか結構あるんですよ、ウェブ版の方だと。サイトの方だとね、アプリの方だと割とそれがなく、結構比較的サクサクは行きやすいので、さてどちらを取るのかというところなんですけども、僕はどちらかというとサイトの方からの購入をおすすめしております。さあ、そしてどちらにせよあの赤い文字を見る羽目になるわけなんですよね。アクセスが集中しておりますので、こう弾かれてしまうと、あれをどうやってこう少なくするのかということなんですけども、これパソコンの方でまずやられる方の場合、左上のところにリロードボタンっていうのが出てくるんですよね。表示されるとこう URL のリンクがあって、そこのところにこうぐるっとなってるちっちゃいボタンがあるんですよ。そこのボタンをこう押すと同じページを再読み込みできるわけなんですよね。なんでわざわざ一回前のページに戻ってこのサイトをクリックしてっていう手間がこう一個省けるわけなんで、ここを無限にこう連打をバーッってこうすることができるというのがあるんですけども、スマホの方でやる場合言いますと、おそらくみんなも比較的日常的に使ってるんじゃないかというあのテクニックが有効なんですよね。これが 3D タッチなんですけど、これまあ何かというと、あの LINE とかで既読をつけない人からこうメッセージが来た時に、既読をつけずにこう見れる、こう長押ししたらこうポッとこう出てくるやつがあるじゃないですか。既読をつけずに読むことができるあれです。あれをこうサイトの方でもすることができるわけなんですね。でこれサイトの方でやるとこうポッてやってこうページが表示されるわけなんですよね。そこの時点でアクセスが集中しておりますの画面だったら、また離してでまた長押ししてポッと出てきてを繰り返すと、時間がまあちょっとはこう短くなるんじゃないかっていう、回転率が上がるんじゃないかということで、そのクリック数の勝負なんで、いわゆるこれが。そこをこう効率的に回せるんじゃないかっていう、この一個のテクニックでございます。まあ、そのようなテクニックを使ったりとかして、先ほど言った毎週水曜日プラス、基本的な平日をお昼とかに、追加販売がありますので、そこのタイミングを逃さずに、プラス深夜とかもたまに、深夜が一番つながりやすいわけなんですよね。深夜が一番つながりやすいんですけども、もちろんチケットは売り切れてることが多いんで、たまに深夜とかにアクセスしやすいタイミングで行ってみたら、たまに空きがあったりとかします。そこをこう逃さず、とりあえず拾うべきですね。チケットは、そういう場合、とりあえず取っといた方がいいです。日付変更が先ほど言いましたけども、日付変更ってものができますので、この日付変更ってものが一回チケット取ったけども、この日行けなくなっちゃったよ。これキャンセルじゃなくて日付をそちらで変えてくださいねっていう手続きになるわけなんですね。とりあえず行く権利だけ確保、そしていつ行けるかはまた、チケット取れ次第っていうような形となるわけなんですけども、とりあえず行く権利だけ確保しておきたいのもあると思いますので、深夜とかにチェックしてみて、とりあえず空きがあったら日付がいつだろうがとりあえず取っておくことを一旦おすすめはしております。ただその際ですね、休日料金だったりとかチケットが変動制になっておりますので、そのあたりも気をつけて、チケット取ってみてはいかがでしょうかというような形となっているわけなんですが、これ一応ですね、これとりあえずワンデーパスポートの取り方をお伝えしてきましたが、お金むっちゃあるぜという方、私ディズニーのためだったら全然お金使えちゃうぜというような方はですね、ホテルの宿泊の方からの方がつながりやすいです。こちらがですね、ディズニーホテルプラスオフィシャルホテルに入るとですね、宿泊プラスディズニーチケットも必然とついてくるという形になるんですね。ホテルの宿泊券を取ってしまえばディズニー入れるという形ですので、これチェックイン日の、パスポートはついておらず、宿泊した翌日分のこのチケットが取れるという形なんで、1枚のチケットを取るためにプラス何だったらディズニーホテル泊まれるんだったら全然それで良くないという方、それこそ地方の方とか特に多いと思うんですけども、その方はどちらかというとそっちを取ってしまった方が比較的、普通にワンデーパスポート取るよりはホテルの方が比較的取りやすくはなっておりますので、そちらの方も、試してみてはいかがでしょうかというような形でございます。ちなみにですね、こちらホテルを取る上でもちろん公式サイトからも取れますし、ジャランだったりとか他の、旅行サービスとかでもホテルの宿泊パークチケット付きで取れたりとかしますので、いろんなサイトを試してホテルの宿泊取ってみてはいかがでしょうかということでございまして、同じく旅行サービスで言いますと JTB の方からとかは今販売を停止しているというような情報があるわけなんですよね。僕もそのあたりはしっかりと確かめれてないんですけども、 JTB の方が一旦停止しているよというような情報がありますので、
そちらの方は、以前は JTB からの枠もあったんでそちらも使えたりとかしたんですけども、今は一旦 JTB はステイという形となっております。そのようなチケットの、取り方についていろいろとお話しさせていただきましたけども、もちろんね、夢の国に入って魔法にかけられたいという思いは皆一緒でございますのでね、まあ、争わずとは言わないんですけども、まあ心を穏やかに持って、そしてクリックするとき、スマホでもそうですし、サイトの方で、クリックするとき、さっき 3D で既読をつけないようにタッチして、なんかの言いましたけども、その指先にあなたの魔法の願いを込めたら、きっと繋がると信じておりますので、どうか、ママ母からだったりだとかね、意地悪なお姉ちゃんだったりだとか、得体の知れない、海外の王様だったりだとかからこういじめられたりとかしても、どうかこの魔法と夢を信じずにクリックし続けて頑張って希望を持って、トライしてみていただけたらなというふうに思います。今回の動画は以上となります。また明日もお会いしましょう。また明日。